ジャル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 。あ、もしもし。あ、もしもし。どうしたん？今ちょっと時間できて、電話してる。ありがとう。車止まっちゃって。車止まっちゃったってどういうこと？走ってたら、急に止まっちゃった。あ、壊れちゃったってこと？多分。そうか。まあ、車も機械やから、そういうこともあるよね。そうそう。前からさ、煙出てさ、走ってる時に高速で。あ、そうなんや。で、すぐ読んだ、あれを。レッカーみたいなやつ？レッカーじゃなくて、とりあえずは車屋さんに電話した。あ、そうなんや。そう。大丈夫？なんか大きい通りの真ん中で止まっちゃったとかじゃない？高速道路。あ、大丈夫？今すぐ渋滞はできてる。あ、そうか。早くな。すぐ来てくれへんみたいやから。だから暇やからちょっと電話した。あ、そうなんや。じゃあ結構渋滞できちゃってる感じ？先は見えへん。ああ、そうかそうか。まあ仕方ないな。あ、でも電光掲示板には出てる。ん？電光掲示板？故障者渋滞って書いてる。あ、そうなんや。早く来てもらいたいよな。12キロって書いてる。12キロ？結構できちゃってるんや。そう。今何してた？あ、今な、ちょっと家にはいんねんけど。あ、そうか。いや、ちょうど家に蜂入ってきたから、その逃がそうと思って。あ、大丈夫？全然大丈夫。まあ生き物やからね。いた。あ、今刺された。どこ？あの二の腕。大丈夫？あ、大丈夫大丈夫、ミツバチやから。よかったよかった。全然大丈夫。消毒とか大丈夫？大丈夫。よかったよかった。あ、じゃあもしかしたら巣があるのかな。あ、結構な、最近家に入ってくんねやんか。うん。寝てる時にも5回ぐらい刺されて。うん。だから近くに巣あんねやと思うわ。業者呼んだ？あ、呼んでない。 あんまりなんかちょっかいかけすぎると余計怒るかなと思って傍観してる。生き物やからね。大丈夫？あ、巣見つけた。あ、じゃああんまり触らん方がいいね。それか何か業者呼ぶかやね。そうやな。でも夜かも。そうそうそう、今日は我慢するわ。気をつけてね。そうそうそう。うん。まだこんなさそう？多分渋滞できちゃってるから。それで多分通られへんのやと思う。一車線？一車線の高速道路で。それは大変やな。そう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 。でもさっきさ、おじさんがさ、僕んとこ来てさ、ちょっと怒鳴られちゃった。あ、渋滞はやっぱりイライラするもんな。きっと怒鳴りたくなると思う。ほんで謝ったん？謝ってないよ。え、そうなんや。だって仕方がないもん。そうやんな。まあ怒りたくなる気持ちもわかるわ。そう、連絡せなあかんとこには一応全部連絡したからさ。あ、そうなんや。そう、もうどうしようもできないから。そうかそうか。うん。いや、さ、多分この家の中に巣があると思うねんな。わー、大変や。ほんでこの、蜂が多分巣作るためやと思うねんけど、家のなんか土壁とか多分削ったんやと思うねんけど、ちょっともう天井穴開いちゃってて、もう外の風が入ってくるねんな。それ寒いんちゃう？まあ寒いけど大丈夫、仕方ないやん。なんか雨が降らんかったらいいよね。あ、雨降ってるよ今。あ、そうなんや。へえ。雨降ってる。そっかそっかそっか。結構まあ床とかはびしょびしょなってるけど、多分また乾くと思う。まあ水やもんね。あ、渋滞情報出た。あ、出た。また新しく変わった。え、23キロになってる。増えちゃったんや。そう。どうやって来んのやろな、一車線で。
か多分みんなが路肩止めてくれるんやと思う。端っこに寄せたりってできへんの車？うん、うん、できへん。あ、そうなんや。そう、一応ニュートラルにしてみて、うんうん、あの押してみたんやけど、うん、それは全く動かへんかったから。あー、そっか。多分エンジンがダメとかじゃないと思うよ。誰かに手伝ってもらったら？あー、例えば例えばその周りにいる人とかさ、うん、手伝ってもらわれへん？あ、来た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 。え、来た？うん、なんか来てる遠くから。あ、よかったよかった。うん、え、それ何、レッカーの人？多分。あ、そうなんや。あ、どうしたん？屋根落ちてきた。大丈夫？うん、大丈夫。まあ声が聞こえてるってことは大丈夫ってことやもんね。うん、今日は寝るとき寒そうやな。布団ある？布団ないね。大丈夫？雨で全部濡れちゃって。ああ、まあ、うん、綿やもんね。まあ蜂も必死やからな。うん、あ、来た来た、ほんまに来たかも。よかったやん。よかった。着いた？止まってる、やっぱり。あ、通られへんねや。そう。あ、そうか。なんかそういう時ってさ、うん、なんか周りの人が助けてくれて、なんか一緒に発信に押してくれたりとかって、そういうことはない？うん、なさそう。なんかみんなすごい喧嘩してる。あー、やっぱりイライラしちゃってんねや。うん、仕方ないよな。まあ感情やもんな。うん。あー、殴っちゃった。あー、え、あ、誰かが誰かをってこと？そう。あー、そうかそうか。うん、おじさんがおじさん殴っちゃった。あー、そっか。あー、蜂同士もなんかイライラしてる。まあ生き物やからね。うん、いた。大丈夫？うん、大丈夫。ミツバチやから。消毒は？うん、大丈夫。うん、あんま無理せんときや。あ、うん、全然大丈夫。まあ声が聞こえるってことは無理してないっていうことやもんね。うん、そうそうそう。うん。ああ、お腹すいた。お腹すくよな。うん、うん、だってもう実はやけど、うん、もう1時間ぐらい待ってるもん。あ、そんな待ってんねや。そう、遅いな。うん、よっぽど通りにくいところで止まっちゃったんやな。そう。なんかもう一回エンジンかけてみたらかかるとかない？ない。あー、そうなんや。うん、2回ぐらい試したから。でも煙出ちゃってたら無理かもな。そう。うーん、そうか。ハンドルも固まってる。そりゃ大変やな。うん、まあ、あー、殴っちゃった。あ、また殴っちゃったんや。うん、殴られへんように気をつけや。うん、多分僕は大丈夫やと思う。あ、車の中いてたら大丈夫か。うん。なんか見たことない虫入ってきた。大丈夫？めっちゃ大きい。あ、足に止まった。手で払いのけたら？いた！大丈夫？うん。あ、声が聞こえてるってことは大丈夫ってことか。なんか今までで一番痛い。ん、あれやったら病院に連絡してあげようか。お願いできる？あ、わかった。ごめん。じゃあ病院に電話するから、今は家でいいんやね。うん、家。あの住所？そう。うん、症状は軽く言うとどんな感じ？なんかちょっとチクチクするっていうぐらいかな。じゃあさすがに病院は大丈夫？あ、そうか。でも今までで一番痛いけど。血とかは出てる？あ、ちょっと出てる。腫れてる？あ、結構腫れてる。どれぐらいかな。あー、なんか例えばさ、うん、皮ぐらい腫れてるとか。うんうんうん。あ、全体的に腫れてるかな。あ、じゃあもしかしたら虫、うん、毒回ってるかも。あ、そうかもしれん。うん、ちなみにどんな虫？なんか黒くてでっかい、なんか、うん、なんか毒ありそうって思った、見た時。ムカデみたいな感じ？あ、そう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 。じゃあそれはもしかしたら病院連絡した方がいいかも。あー、そうか。大丈夫、電話できそう。もしできへんねんと俺するけど。あー、うん、お願いしていいかな。了解。ごめんな。うん、なんか右と左でなんか別の人の足ぐらい腫れてるから。あ、じゃあこれは電話した方がいいかも。うん、でも、うん、そんなに急がなくていいよ。うん、まあ焦っても仕方がないから。そやな。落ち着いたらまた病院の方連絡するわ。うん、ちょっとあの雨もひどくなってきてるから。
こっちもレッカー車到着しそうやから、うん、あ、それはよかった。あ、殴っちゃった。あ、結構暴動みたいなの起きてる。うん、あ、そうか、やっぱ渋滞が過ぎると暴動起きるからな。あ、対立しちゃってる。対立？うん、あ、喧嘩してるってこと？そう、1対1とかじゃない。あ、チーム戦みたいなこと。200ぐらいになっちゃってる。は、大丈夫？それの先頭にいるんやんな。そう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 。なんかあなたのせいですよみたいなことって言われてない？それは案外バレてないかも。あ、それはよかった。だって渋滞が20キロ以上になっててさ、その手前ぐらいでなってるから。でも暴動起きちゃってたらレッカー来られへんな。うん、ほんとやほんとや。うん、大丈夫？なんかこっちからもなんかレッカーお願いしようか。うん、大丈夫よそれは。だってもうレッカーこっちに向かってるもん絶対。あ、ほんまに？うん、うん、それはよかった。あー、武器持っちゃった。え、そうなん？うん、武器ってなんかどういうこと？工具みたいなこと？遠くから見たら感じは分からんけど、うん、あんまり良さそうな武器ではなさそう。あ、そうか。うん、まあでもしゃあないな。あ、じゃあ虫のやつに関しては電話するな。うん、またおいおいで大丈夫やから。はい、うん、でまた何かあったら、うん、うん、連絡してきて。はい、うん、気をつけてね。うん、そっちも気をつけて。いた。どこ？あ、大丈夫。あの足の裏ミツバチに刺された。あ、じゃあそこは大丈夫か。うん、足の腫れはどうなってる？あ、もうあのさっき話してた時よりも腫れてる。どれぐらい？あ、倍ぐらい。オッケー、うん、じゃあこれ電話切った後病院に電話します。うん、ありがとう。はい、じゃあね、またね。うん、バイバイ。バイバイ。